靖国神社周辺を警備する私服公安警察官右翼団体と乱闘になった活動から靖国解体企画は靖国神社及び国家による追悼施設の廃絶を目的とするノンセクトラジカル系運動団体の一つである靖国神社解体を宣言するノンセクト系の活動家は1993年より毎年8月15日に 靖国神社に抗議活動を続けてきた。その後、2003年になり、靖国解体企画というグループを結成して、現在に至っている。天宮花林による活動家への聞き取りによれば、1987年8月15日から、靖国神社に反対する行動を行っていた、活動家が、後に、サラリーマン共同行動、2002年から、安国解体企画と名乗っている。 2001年、右翼と乱闘になり、2005年には逮捕者を出している。天宮は聞き取りをした、活動家の活動について、今の日本を考える上で非常に興味深いものがある、と述べている。2010年8月15日には二人の活動家が、逮捕され、マスコミでも報道された。公式サイトでは、政治家などの公式参拝のみならず、一般参拝者や、好意的な人々にも、 異議を唱えるとともに、靖国神社及び代替追悼施設の廃絶を宣言している。ありがとうございます。